今日ゲームの解説は浅野哲也さんです。まあ、高い位置でボールをもらった大宮が8分、東、ズラタン、そして東というチャンスです、はい。まあ、前半特に前半の中盤ぐらいまでね、東とそのズラタンのこの距離感というのはかなり良かったですよね。柴崎の大きなサイドチェンジから西のクロスに興梠シュート、はい、最後は遠藤です。そうですね、まず西がよく興梠を見てたなというところ、まあ、興梠もちょっと力入りましたね、はい、従いましてシュートはいいシュートになりませんでした。大宮24分、河本ヘディング高かったですね。まあ、正面でなければっていうところでしょうね。一方鹿島をリスタートは武器、浅野さんこの動きね、大岩政の ね、はい、菊池もよくついてたんですけども、最後にしっかりとこう外していくところは岩政らしいですね。手前に入ってヘディング、まあ、クロスバー直撃弾です。前半は0対0で、後半なんですが鹿島の方がドゥトラ腰を痛めてレナト投入、はい、これがちょっとプラスアルファの要素が出ました。大宮6分、東クロス、金沢シュート、うん、最後はズラタンが行ったんですがこれはオフサイド。守備で本当にいいところがあった金沢なんですけども、ここは、ね、積極的に行きましたよね。一方の鹿島21分、ここで奪った柴崎、自分で決めに行きます、はい、ちょっと東が不用意に捉えてしまったところね、はい、危なかったですけどね。大宮にすれば、大宮は29分、東がもらってズラタンがここで裏を取ります、はい、折り返し、はい、このズラタンのやっぱ狙いどころっていうところがすごかったですね、はい、東のボールも正確でしたけども、まあ、決定的でしたけども、ちょっとレナントがもしかしたら気になったかもしれないですね。従いまして渡辺大吾のシュートは枠をそれました、はい、大宮40分、右で起点を作って、まあ、揺さぶりをかけた後のクロスボール、ノバコビッチシュート、最後はこの故障明けのノバコビッチを投入して、まあ、点を取りに行きましたが、及ばず、結局どちらも得点なし0対0というゲームになっています。